本格先行2番の橋本智明、そして中段から9番の元砂優、誘導員早くも対比して9番の元砂と2番の橋本、橋本が2コーナー叩き切りました。これで元砂が3車を出して中段の4番手、6番の飯塚隼人は後方の8番手になっています。ジャン前を抑え切って少し流しています。2番の橋本智明、東3車が先頭から3番手、緩んでいるところをジャンの4コーナー躊躇なく仕掛けて2番の9番の元砂優、元砂が叩き切るか、2番の橋本応戦しまして両者が踏み合っています。1コーナーから2コーナーかまし切りました9番の元砂、しかし3番手の三宅康武阻まれた。2コーナー回ってバックで8番手からは6番の飯塚隼人まくってきました。3番手に収まっています。2番の橋本智明、追走7番の阿部力也、宮城勢は3番手4番手です。先頭かまし切った9番の元砂、番手1番の前田拓也、4コーナーから直線です。先頭元砂、番手から1番の前田拓也、前田追い込んでのゴール。マイハウス。自分には向きましたね、うん、前のおかげです。前回も結構流れるのがいい感じ、うん、そうですね、まあ、うん、ちょっと、まあ、自信というか、うん、まあ、前回決勝は綺麗だったんですけど、不安はあったんですけど、結構展開も向いて初日も1着前回取れて、ちょっと流れ乗れたかなって感じなんで、まあ、今はいい流れかなと思いますけど、頑張ります。緩めとったのにグッと緩めとったんで、うん、まあ、そこしっかりフォームで行けて、行き切れたんで良かったですね、まあ、ちょっとこの中3日やったんで疲れてたんか、やっぱ水がだいぶ前回に比べたら変えてたかなっていうのはあります。じゃあその辺ちょっと、そうですね、はい、まあ、明日だったらちょっと楽になるかなと思ってるんですけど、うん、今回押し込む人は初日、竹谷さんと決めて良かったですね。